前田成康は、加賀藩の、第十二代藩主。加賀前武十三代。第十一代藩主、前田成長の長男。文化八年、金沢城で生まれる。陽名は、勝千代。文政五年八月、江戸に上り、なお勝ち丸、さらに、犬千代と改めた上で、松平の名字を与えられ、又左衛門と少子意味名を、利口とする。同年十月、聖四位した。 左近衛少将となり、若さ守るを称し、また将軍、徳川家成から返旗を授かって、成安に改名する。同年11月、父、成長の隠居により、12歳で、加賀藩主となる。左近衛中将に承認し、加賀守るを称する。同じ頃、将軍、家成の娘、安姫との縁組の話があり、翌年婚約し、文政十年11月安姫は、 前田家へ腰入れした。後、天保2年12月に、参議安政2年12月に、県中納言となる。藩主となって、直後は依然として、父が藩政を握っていたが、文政7年、成長の死により、申請を開始し、藩政改革に取り組んだ。最初は、奥村久しみを中心とする保守的な改革を進めたが、やがて、ペリー来航などで、 開国論などがささやかれ始める前後になると、革新派を登用して、様式軍政の導入に取り組むなど、反省改革を頻繁に行った。しかし、現時元年の金門の兵では、嫡男の吉康に兵を預けて、御所を守らせていたが、これが無様にも敗れて退去してきたので、怒った成り安は吉康を謹慎させ、加老の松平康生と藩士の大野木中三郎に、 切腹を命じている。そして、これを契機として、吉安と親密な関係にあった、尊能上位派の武士たちを、上代画郎の本田正平と協力して徹底的に弾圧した。慶応二年、吉安に家督を譲って隠居したが、実権は相変わらずににった。加賀藩を、薩摩藩や長州藩のような国政に関わる重要な立場に置くべく裏工作に専念したが、 尊濃派の藩主を成り安が弾圧してしまったことで、有力な尊濃藩主がおらず、他藩に遅れを取り、さらに右腕であった、本田正平が、明治2年に暗殺されるなどということもあって、裏工作は実らず失敗に終わった。明治17年、74歳で死去した。安姫と婚礼する前に3人の婚約者があったが、3人とも婚礼前に死亡している。最初は、 高松藩主、松平来忠氏の娘、立姫で、文化10年死亡。次は、富山藩主、前田利美希の娘千姫で、文化11年死亡。三人目は、秋田藩主、佐竹義和の娘、李美学姫で、文政5年死亡。初めて聖洋リンゴが栽培された例として、文久二年、越前福井藩が、江戸郊外巣鴨の福井藩下屋敷にて、 栽培していたとの記録が残るが、それより先、安政元年にアメリカからもたらされたアフフルが、加賀藩主も屋敷にて栽培され、翌年に身をつけたために食用とされ、金樹ら藩主にも配られたことが、当時の加賀藩主の記録に残っている。藩主のナリアスから小さな餅に塗って食べるようにと言われ、金樹らはそのようにしていることから、ジャムにして食したものと思われる。 ありがとうございます。